本日の動画は、いやーでも桐生ちゃんが横浜にいるってことが結構バレバレになっちゃったからまずいなこれ。なんでそんな盗撮みたいな画角で。タタラチャンネル、え、実際マジで誰か盗撮してたのか。タタラチャンネルへようこそ。今回も大手メディアの触れない悪をガツンと告発していきます。え、なんで千歳が動いてないのにこれできてるんだ。はい、これ皆さんこの顔に見覚えありますよね。あ、普通にボイチェン使ってんのかな。撮影された桐生一馬です。ですが今回の動画が撮影されたのは日本の某県、つまり桐生一馬は帰国していたんです。その目的はというと彼らです。こちらはかつて存在した巨大ヤクザ組織道場会の会長道島大吾。うん、そしてこっちは同じ道場会で幹部だった真島五郎と冴島大我。いずれも伝説の極道と呼ばれた大物たちです。古参の視聴者の中には見覚えがある人もいるんじゃないでしょうか。そう、かつて当チャンネルで報じた蒼天堀の警備会社、あの運営メンバーなんですよ。え、どっからこれを撮ってんの。たたらチャンネルは警備会社だったんですが、当チャンネルで取り上げたことをきっかけに解散。その後消息不明となっていた運営役員らはこんな場所に潜んでいたんです。では何のために桐生一馬は彼らの潜伏先を訪ねたのでしょうか。うん、本日は決死の覚悟でこのビデオを撮影した投稿者をお招きした。え、誰だよ。あ、どうもこんにちは。早速ですが投稿者さんはどういう。ああ、これタクシーの、タクシー、トラックのうんちゃんか、この人。自分トラック運転手やってるんやわ。ほんで昨日ヒッチハイクの男を乗せつんたんやって。ほん時はそれが桐生一馬とは知らんかったんやけど、俺人を見る。ああ、まあ今誰でも、誰でもマスコミになれる時代だからな。後つけたんやって。そして後をつけていった先で今回のビデオを撮影したと。桐生一馬と東上会の元幹部らはこの小屋で一体何を話してたのでしょうか。俺が聞こえた話じゃ、あいつら薬剤の復帰とか東上会の復活とか喋ってての。薬剤の復帰、聞きましたか皆さん。つまり桐生一馬と元幹部らは東上会を復活させようとしてるってことですよね。水面下でヤクザ復活が動いてるって、これって超ヤバくないですか。この動画はいつ上がったんだ。今朝早くに、すぐにトレンド1位に上がってテレビでも報じ始めてます。千歳の声ではないよな。ええ、春日からの連絡によると、ちいちゃんは完全に。まあなんか、エイジだったら AI ボイチェンとかでやりそうだけどな。そのことに気づいてる熱心なファンもいるけど、それはごく一部。このチャンネルはもう数字が数字を呼んで膨れ上がってる状態だ。与えられたものが本物かどうかなんて、大概の人にとっちゃ関係ねえ。ドワイトのやつが前にそんなことを言ってたな。地味な真実より派手な嘘に人は飛びつくか。それよりも今考えなきゃいけないことは、第二次大解散をどうやって海老名の手から取り戻すかだ。大吾たちの手を借りるのは難しいだろう。あ、ちょっと待ってください。その動画まだ続きがあるんですよ。ほう。そこで気になることが告げられてて。今日の告発はかなりショッキングでしたね。この件に関しては続報が入り次第お
伝えしたいと思います。で、次回の動画に関してなんですが、なんと今夜ライブ配信を行います。ライブ配信、前にゲストで来てくれた清流会の海老名さんと沢城さん、覚えてますか？彼らが今夜うちのチャンネルで重大な発表を行いたいとオファーが来たんです。東京にある清流会支部にお邪魔して生配信しますので、お見逃しなく。てか日本でこれを運営しているやつは誰なんだ？だってエイジとちーちゃんハワイにいるでしょ今。日本に帰ってないから。そこにあの二人がいるってことだよね。配信する以上エイジもいるはずだよな。東京の清流会支部、エイジ帰ってくんのか。元登場会本部か。行かねえ手はねえな。いやー、誰もいねえな。野獣までごった返してるかと思ったのによ。確かに。まあ言うてヤクザだからね。画面越しならともかく事務所前に堂々と出張ろうとはそうそう思わないんじゃない？確かにな。その辺俺たちは感覚がずれてるかもな。そろそろ放送の始まる時間だな。誰からだ？部下からだ。なんだこんな時に。私だ。どうした？は？そうか。あ、わかった。清流会本部か。服役中の清流会会長高部が何者かに刺された。え？なんですって？高部が？容体は？意識不明の重体だ。これで実質清流会が海老名の元に下るって感じになっちゃうから。清流会はやつのやりたい放題だ。ああ、とんでもないことを言い出すつもりです。放送が始まった。こんにちは皆さん、タタラチャンネルへようこそ。今日はなんと2回目の配信、しかもチャンネル史上でもちょっと類を見ないんじゃないかという歴史的な瞬間をお届けすることになるかもしれません。お、告知の通り、今日本有数の国道組織清流会さんの東京支部にお邪魔しております。そして組織のトップであるお二方、海老名正隆氏と沢城上司のお二人から重大な発表があるとのことです。おい、すげえ注目っぷりだな。練習何言い出すつもりだ？では準備できたようなので登場していただきましょう。よろしくお願いします。本日はお時間をいただきありがとうございます。清流会の海老名と申します。同じく清流会の沢城です。こちらのチャンネルにご協力いただき、本日このような場を設けましたのは他でもありません。東上会が水面下で復興を計画しているとの報道を受けて不安を感じておられる方々も多いことでしょう。そんな今、横浜清流会の立場をはっきりとさせていただきたいからです。清流会は彼ら東上会の復活に断固として反対します。それは同じ極道として商売敵が増えることへの懸念ですか？いえ、違います。確かに現時点で清流会は極道組織です。それにここ最近は組員を増やしております。しかしそれらは全て解散のための布石です。解散？まあ第二次解散。日本の二大極道組織である。まあそうだよな。東上会と大海連合が同時に解散宣言を行ったことは皆さんの記憶にも新しいでしょう。しかしその結果、元極道が社会にあふれ治安は悪化。挙句の果てに元東上会幹部は組の再結成を企てる始末です。うん、はっきり申し上げて、あの同時解散は失敗でした。
極道に携わる者として歴史的汚点と言うべきだと考えます。大海村を首謀した堂島大吾、渡瀬勝、そして荒川真澄、この三名は日本を混乱に陥れ、元極道者たちの人生をいたずらに狂わせた戦犯であると私は断じます。海老名に話し合わせなきゃいけないんだろうけど、どういう心境で言ってんのかね。荒川さんの意思を命がけで継ごうとしてるのにさ。案外本心かもしれねえ。え？当時沢城は大海山のことを知らされていなかった。蚊帳の外だったんだ。自分に相談してくれりゃもっとうまくやれたって気持ちはどこかにあるのかな。油断じゃいるか。こいつの荒川への忠義は春日に負けちゃいねえよ。めんどくせえやつだなこいつも。そこで私とこの沢城は現存する極道組織の中では最大規模である横浜青龍会の責務を全うすべく、真の極道解体を実現する計画を進めてきました。それはどういう内容なのでしょうか。現在の日本では元坊五年上皇が足かせとなり、極道から足を洗った先に待っているのは事実上社会からの村八分、要は見殺しです。うん、前回の解散はそのことをまるで考えていませんでした。そこで私は解散後の組員を一人残らず社会復帰させるための支援プログラムを構築しました。それこそが第二次大解散、真の意味での極道の解体です。このプロジェクトは日本政府にもご協力いただけるよう現在折衝を進めております。政府ですか。それはまた壮大な話ですが、なぜ政府が関わってくるかをご説明しましょう。それはこのプロジェクトが日本の抱えるもう一つの課題も同時に解決するからです。その課題とは核廃棄物の処理問題です。原子力発電所からは日々大量の核廃棄物が排出されていますが、日本には処理場がありません。ひたすら廃棄物を溜め込んでいるのが現状です。しかし我々はこれらの廃棄物を引き受けて処理してくれる場所を見つけました。それがハワイの宗教団体パレカナです。ここまで大きく出たか。長年慈善事業や環境問題に取り組んできたパレカナは核廃棄物にも対応できる処理場を独自に所有しています。辛抱強い交渉の末、パレカナは日本の低濃度廃棄物の処理を引き受けてくれることになりました。そして解散後の青龍会組員を処理場の職員として雇用していただくことも確約済みです。核廃棄物の処理に加えて元坊の社会復帰問題まで解決ですか。いやー、確かにこれは重大発表ですね。ええ、ただ本日このような場を設けていただいたのは何よりも我々青龍会の誠意をお伝えするためです。ただいま申し上げた計画が机上の空論でないことを示すためには、まず皆様方の前で最初のアクションを起こすべきだと考えました。最初のアクションとは？他でもありません。本日ただいまをもって横浜青龍会は解散いたします。おお。え？解散準備を進めている。なるほどね。話でしたが、今やっちゃうんですか？はい。そして我々は明日から新たな組織NPO 法人として生まれ変わります。組織の名はブリーチジャパン。あーうわー、
なるほどな。やってくれたね。何言ってんだよこいつ。亡霊が蘇ったってことなのかな。というわけでした。ブリーチジャパン。プロジェクトが実現したら日本にとっても大きな転換点になるんじゃないでしょうか。では本日の配信は以上で、続報をお楽しみに。何あいつ、綺麗事並べて。まだ中にいるはずだ。出てくるの待つ？いや、ここから出てくるとは限らない。こっちから伺おうとしよう。やっぱなんか盛りだくさんだな、12章すごいな。まあそれは当然待ち受けてるわな。なんだ、ほう、これはこれは東上界復活を企てている桐生さんじゃないですか。自分たちの大解散が失敗したからって俺らを邪魔しないでくださいよ。海老名と沢城に用がある。道を開けろ。いまだに自分の置かれた状況が分かってないようだな。それともてめえの無様を世間に晒してえのか。でかい口は目の前で叩け。電話で短歌だ。無様なのはお前の方。キリュウちゃん割と連戦だけど大丈夫かな。